現地にはレジスタンス狩りを目的に国家非常事態宣言が発令されている。レジスタンス狩りの実動部隊は米資本の PMC レイブンソード、アウターヘブン傘下の企業だ。つまりは裏でリキッドが関与しているということだ。うん。そしてその対象リストにはビッグママ率いるレジスタンスグループ失楽園の戦士が最重要組織として挙げられている。スネーク、君には彼らの活動拠点とされている地域へと潜入してもらう。 PMC の迅速な対応にビッグママたちは脱出路を断たれた格好となった。今もその地域のどこかに潜伏しているはずだ。おそらくビッグボスの遺体も彼女と共にあるに違いない。君は PMC のブラックリストに加えられている。潜入にあたっては素性を偽った方がいいだろう。検問を避ける方法も用意してある。レジスタンスに接触して彼女を見つけ出してくれ。これが最後のチャンスだ。何としても奴らより先にビッグボスの遺体を確保せねばならん。次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 。そこの男、ID 認証。おい、お前。その男はこっちに任せる。は。こちらで捜索中の男だ。は。了解しました。来い。次。随分と若返ったじゃない。これは擬態だ。タコ女からのプレゼントだ。さすが PMC に顔が利くんだな。私はこれでも全 PMC を査察する立場にあるのよ。それなりにコネは利くわ。一人か。またあいつか。
聞いて、スネーク。中東での騒ぎを報告した上で脅威査定にかけた。リキッド決起の危険性がようやく大統領に正式に認められたの。おかげで十分すぎる数の陸軍海兵隊合同チームが与えられたわ。現地の米兵に紛れてすでに現地入りしている。もういつでもリキッドを確保できる。力ずくで押さえつけるか。やめておけ。事態はそんなに単純じゃない。悪いけど、あなたの命令には従えないわ。あなたの背後にいるキャンベルにも。中東の二の舞になるぞ。ならないわ。いざとなったら PMC の武器、兵器を完全に無力化できる。彼らは抵抗できない。システムを握っているのはこちらよ。システムに頼るのは危険だ。どっちにしろ数で抑えられる。メリル。だからスネーク、あとは任せて。あなたが危険を犯す必要はない。あなたに無駄死にしてほしくないの。スネーク、あなたがやろうとしているのは任務ではないわ。そうだ、これは正義ではない。私的な殺しだ。分かってるのなら。おい、ああ。考え方は違うけど、あなたは私にとってまだ伝説の英雄よ。若い頃のあなたの活躍を知っている。それが私の糧だった。つまらないことで死んでほしくない。心配はいらん。老兵は死なず。私たちが後を継ぐわ。もういいのよ。俺は英雄じゃない。英雄であったこともない。ウェットワークを頼まれた年老いた殺し屋でしかない。分かったわ。あなたよりも先に私たちが彼らを捕らえる。一度は好きになった男だけど、今のあなたはただの頑固な老人よ。現実を見なさい、オールドスネーク。邪魔しないで。オタコン、この顔も見られたな。ああ、その顔も PMC のブラックリストに加わったかもしれない。メリルの動きも気になる。米軍の制圧部隊が入ってきたらややこしいことになるね。早くビッグボスの遺体を確保しよう。ああ、ビッグママを探し出すんだ。スネーク、情報を整理してみよう。うん。通りには外出禁止令が出ている。今通りに出ているのは PMC の兵士かレジスタンスくらいだ。確かに静かすぎて観光地には見えない。
レジスタンスたちはビッグママの潜伏場所で合流するつもりらしい。だから彼らをたどるのが一番だと思うんだ。レジスタンスを発見したら彼らを尾行してビッグママの居場所を突き止めるんだ。肝心のレジスタンスはどうやって見つければいい？ PMC は市街全体にレジスタンスの捜査網を広げている。彼らは捜索中に得た情報をソップシステムで仲間に無線連絡してるんだ。その交信を傍受すればレジスタンスたちの現在位置がリアルタイムに分かるはずだ。交信を傍受？どうすればいい？そのための新装備を用意しておいた。 PMC の無線を傍受するには装備品ウィンドウから無線傍受機を選ぶんだ。こいつは PMC の通信音声データ更新を常にモニターしている。無線傍受機を装備しているとき、レジスタンスに関する会話が聞こえてきたらマップを確認するんだ。位置が分かるはずだよ。了解。あ、それからスネーク、ん？ライデンの治療の目処がついたんだ。本当か？ああ、マッドナー博士と連絡がついて、ナオミとサニーが向かっている。二人で大丈夫なのか？君がいる場所からは数キロ北になる。検問も敷かれていない非戦闘区域だ。ああ。透析機も入手できる。時間は必要だけど、ライデンは大丈夫そうだ。そうか。とにかくスネークはビッグママへの接触を急いでくれ。分かった。ビッグボスの遺体がリキッドの手に渡ったらおしまいだ。レジスタンスを尾行するんだ。